ウジェーヌ・エマニュエル・メルメカションは、幕末に来日した、フランス人の神父。日本語に堪能で、レオン・ロッシュの通訳を務めたが、単なる通訳以上の働きをしていたとも言われている。カズハルという和名も用いた。メルメ・カション・カションは1828年9月10日、フランス東部、ブーシューに生まれ、1852年7月11日、パリ外国宣教会人学校に入学、1854年4月1日には、司祭除会された。カションは、ジラール神父、ルイ・テオドル・フューレ神父と共に、1855年2月26日に、フランス商船リオン号で、琉球王国の首里に到着した。3月2日には、上陸を許され、正源寺に住んだが厳重な監視下にあり、さらに、那覇の中心部久米村の松屋に移ったが、カトリックへの改宗者は一人しか獲得できなかった。しかし、この間に日本語を習得した。体調を崩したこともあり、1856年10月には、一旦香港に戻る。1858年6月、日仏修好通商条約締結の、フランス特命全権使節として日本に派遣される予定のジャンバティスト・ルイ・グロダン爵に通訳として採用された。同年10月9日、日仏修好通商条約は調印された。この時の日本側全権、外国奉行、水野忠則は、カションが日本語を流暢に話すのに驚いている。芝の神父久慈に逗留した後、上海経由で香港に戻り、日本渡航の事例を待ち、ロシアの通報艦に便乗して、上海、長崎を経て、1859年11月25日、礼拝堂建設のため函館に到着。フランス語を教え始め、また函館奉行、竹内康則の協力を得て、元町付近に土地を求めて、仮制度を建てた。さらに、病院の建設にも着手したが、病院の方はロシア正教会司祭団が先に建てたため、実現はしなかった。しかし、この計画の中で、地区内や栗本常雲と親しく付き合うようになった。また、函館滞在中に、英仏話辞典、宣教使用会話書、アイヌ語小辞典などを編集した。塩田三郎や立、耕作の二人は、カションと同居していたようである。1863年春頃に函館を離れ、初代駐日フランス公使、ギュスターブ・デュシェーヌ・ド・ベルクールの通訳として、江戸のフランス公使館に居住するようになる。7月頃、家庭の事情でフランスに向けて、日本を離れる。このために、フランス外国宣教会から除名された。しかし、フランス滞在は短期間で、1864年4月には、日本に戻り、第2代フランス公使として着任したレオン・ロッシュの通訳となった。1865年4月1日、横浜仏語伝習所が設立されると、そこの実質的な校長となり、フランス語を教えた。この際、塩田を助手として指名している。メリンスを家事という羅斜面と、年頃だったと言われている。1866年10月27日に、日本を離れ、フランスに戻った。当初は再び、日本に戻る予定であったようだが、1867年、徳川昭武が使節団を率いて渡仏すると、フランス政府から、その世話係に任命され、フランスに泊まることになった。カションは、欧州に5年間留学の予定であった、徳川昭武や、他の留学生の指導と教育も担当する予定であったが、これに対して、施設の高山一里が大反対した。結局、施設が4月28日ナポレオン3世に謁見した際には、通訳を務めるという名誉は得たが、教育係からは外されてしまった。すると、カションは5月1日に、日本は一種の連邦国家であり、幕府は全権を有していないという論説を、パリの新聞に寄稿したが、これは、アーネスト・サトウやシャルル・ド・モンブランら薩摩寄りの人物と同一の主張であった。この論説をフランス政府も無視できず、結果として小栗忠正が制約したフランスからの$600万の対日借款が取り消されてしまっている。1889年3月14日、カンヌにて死亡したが、その墓は、パリのペール・ラシェーズ墓地にある。ありがとうございます。